はい、どうも、メヘロジさんです。西武新宿本店がですね、ストライキするっていうことで、60年ぶりらしいですね。はい、なんですけれども、まあ、業界団体でやる欧米の団体と比べてね、今回個別事象だというところもあって、まあ、言うたら参加する人も少ないというようなところなんですけども、まあ、上のですね、セブン&アイと折り合いつかずというようなところで、至ったみたいですね、というところなんですけれども、まあ、効果限定的かなというのが率直な感想と、やっぱりこう労使交渉にあたっては使う側がやっぱ強くてですね、組合は弱い。まあもちろん業界にもよるんですけどもね、業界にもよるし個別事象にもよるんですけども、やっぱり労働組合の方が弱いなというような印象でございます。なので、まあ個々人で自分に何ができるかっていうことの棚卸しをまあ定期的にやりながらですね、自分のキャリアはその、まあ自分で考えながらやっていくっていうことが必要なのかなと思った次第でございます。以上です。